ザ・デイリー・ドラッカー、ドラッカー365の金言。11月6日、戦略の役割。聖アウグスティヌスは、奇跡を求めて祈り、成果を求めて働きなさいと言った。善意では山は動かない。山を動かすのはブルドーザーである。使命と計画は善意に過ぎない。戦略がブルドーザーである。戦略が山を動かす。特に NPO では戦略が重要である。成果を求めて働くようにさせてくれるものが戦略である。戦略が意図を行動に変える。いかなる資源と人材が必要かを明らかにする。かつて私は戦略という言葉を使うことを反対された。軍事の匂いが強すぎると言われた。だが私の考えは変わった。計画な知的に遊びを笑うことが多いことに気づいた。計画をきれいに閉じて棚に置いている。それだけで素晴らしいことを行った気分になっている。確かに計画は作った。しかし実際に行わない限り何も行ったことにはならない。こうしたことから、私は戦略という言葉を使い始めた。戦略であれば、期待するものではなく、働くためのものであることがはっきりしている。非営利組織の経営から。アクションポイント。あらゆることについて戦略を立ててください。